本日7月18日は平和のために生きたネルソン・マンデラの国際デーとも言われている日です。それもあり、今日のオンライン礼拝のテーマは、平和のために、平和のためにです。今日の聖句の箇所は説教中に話してくださります。言葉を聞くこのの時間自分自分身の心と 考えを一度置いてより一層感謝の心で御言葉を聞く時間にしたいと思いますそれでは説教者をハレルヤでお迎えしたいと思いますハレルヤハレルヤ <laughs> 皆さんこんにちは ようこそ東京信仰協会のニブレ拝にお越しいただきましたでは今日は7月18日ネルソン・マンデラの国際デーという日なんですけれども皆さんご存知ですかネルソン・マンデラという方がどういう方なのか早速パワーポイントを見ながら紹介したいと思いますネルソン・マンデラという方は95歳の生涯を終えたんですけれども そのうち67年間、南アフリカの自由と平和のために、人権と社会的正義を求める闘争を続けた方です。そして、7月この18日を、ネルソン・マンデラ国際で、国連がその偉業をたたえて、67年間、平和のために働いたその数を記念して、みんなも67分間、何か、誰かのために行動を起こそう。 と呼びかけるようになりましたネルソン・マンデラ氏がおっしゃったのは世界をそこで暮らすすべての人々にとってより良い場所にできるかどうかはあなた方次第だと話しましたなので今日は私たちにとって平和を成すためにまた自分がどのような変化をなせばいいのかこの点についてお話ししたいと思いますけれども宗教 神様の世界といえばやはり平和だという認識があるものの一番対立しているのではないかと言われるのがこの宗教と科学の問題です実際この宗教と科学が対立すべきものなのか今日はこの点についてお話ししていきます。宗教と科学は相入れないものだろうか科学に対するイメージを見てみると見えるものが対象。 見えるからはっきりしているそして事実に基づき客観的に捉えられるさらには確実で信用できるものだそれに対して宗教は見えないものの価値を教えるので主観的かつ感覚的だとも言われるし不確実で信用できないとも言われたりするものですしかしアインシュタイン有名なこのね 天才と呼ばれたこの人物の言葉があるんですけれども「信仰のない科学は不完全だ」そして「科学のない信仰は盲目だ」と。では信仰ののないい科学がどういうものか実際倫理良心良識などの尺度を持たないため原子爆弾の使用だったり生物兵器環境問題など軸というものがないため この科学は発展しているものの信仰のない科学によって尺度が持たれていませんそして科学のない信仰はどうなのかというと合理的な判断に欠けるものも信じてしまう神様がおっしゃるからという何か根拠のないものを盲信するようなイメージそれによって宗教不信狂信者テロリスト原理主義また洗脳だったり とにかく根拠はないけど信じないといけないというそれが宗教のイメージになってしまってるんですね。でこのように宗教と科学というものは両方必要なものではあるけれども対立するようになった歴史的な分岐点がありますそれが何かというとこのガリレオ裁判です。で宗教が科学を裁くという出来事が起こってしまったんですね。 でガリレオがどういう人物だったかというとえ地球が回ってるというこの発明、うん、こう発見をした人ですねで実際にこの宗教裁判にかけられた時にこの宗教側がその地動説を発見したことを間違ってると認めなさいそうしなければ死刑だと言われて結局無理やり 間違ってましたこの発見はと言いながら署名をして悟空を出てくる時にそれでも地球は回っているという言葉を残した有名な裁判でありまた人物です。なぜこのようなことが起きてしまったのかというならば当時の教会は太陽が止まる奇跡を教えていました。太陽がが止まるる奇跡それれ聖書書ににどのように書かかているかというと。 ヨシュアというイスラエル人の代表的な人物がいてヨシュアはちょうどイスラエルの人々の前で主に向かっていった。太陽が沈んでいくその太陽を見ながら日をとどまれそのように祈った時実際に民がその敵を打ち破るまで日はとどまり月は動かなかった。 これは神様の偉大さを示す歴史的な出来事だと言われここから太陽は止まっていくためにもともと動いていないといけないで天動説を主張するのが宗教の世界になっていましたしかしこのガリレオは地動説を提唱したんですねガリレオはどのように提唱していくかコペルニクス 仮説を精密な観測データに基づき立証して結局あ太陽が動いていると今まで全ての世界で思っていたけれども地球が動いていたんだ地動説だしかしカトリック教会はこれを認めてしまったならば聖書には太陽止まれつまり動いているものに対して止まれと言って止まった素晴らしいという提唱をしていたので太陽は動く地球は動かない これを提唱ししていましたつまり「地動説を傷んだ」と言って政党から外れるとそのように裁判にかけたんですね。でガリレオはどういう人物だったかといったら熱心な教会に通う人でした。そこで宗教裁判にかかった後に破門されて教会に通えなくなったんですね。でも実際この天動説地動説どちらが正しいかというと。 現代における着地点としては実際ケプラーが数学的な見地からも地動説を証明した科学が正しかったんだ科学は正当性を確保したものの結局宗教はガリレオの波紋を1993年に解いて宗教は正当性を失ってしまいました結局この戦いに宗教が 立場が弱くなるというこの結論に至ったんですねなので科学と宗教というのはこの一つの出来事を通して相反する両極のような存在としてずっと平和がなされてこない2つの存在になってしまいましたでは実際本当に太陽が止まったこれが事実でしょうかでは歴史的な背景を少し見ます。 このヨシアの戦いはアヤロンという場所のこの谷で戦ったんですがここでアモリビト五部族連合軍との決戦に挑んだ時でしたこのアモリビトは地形を熟知していたけれどもその時に日が暮れ出して夜になりそうだった夜になったら圧倒的にヨシアの軍隊が不利な状況になってしまう日暮れまであと少しのところをあ太陽が沈んでいく それで言った言葉が「日よとどまれ」でした。とにかく時間がない「ああ太陽を止めてください神様」と祈ったら日がとどまり勝利したと聖書にあるんですね。では実態がどうでしょうか。聖書を多く見てみるとその前の部分に「主は天から彼らの上に大石を降らした」とあります。どういういことかとかったらまさに 天から氷が降ってきたとはっきり記載があるんですねで氷氷が降ってきたその氷で倒れたアモリの人たちがとても多かったじゃあこんな氷が実際降るのか実際に氷がイタリアで降ったでこのことによりアモリの5人の王様は戦機を失いましたいやもうこれなんか すごい戦いに負けそうと言って指導者たちが後ろを向き出したんですねそしてイスラエル民族は神様が共にするだろうと士気が高まって勝利を信じて一心不乱に戦った後天を見上げてみたらそこにまだ太陽がとどまっていたという出来事でした実際に何が起こったかといったらヨシュアの祈りの本質を知る神様 時間が欲しいといったその祈りに神様は自然の法則に反して動いているものをいきなりストップさせたわけではなく戦いが自然の準理に合わせて早く終わるようにヨュアが思ってもいなかった方法でさまざま助けてくださったつまり神様がいろんなことを助けながら時間の印時間の勝利が起きたということです。 つまりは短い時間であっという間に戦いが終わったではヨュアはなぜ「日をとどまれ」と「理にかなわない奇跡を願ったでしょうかではここから正しい聖書の読み方を見ますで聖書の中にこのような聖句があります。私たちは今は今鏡ににに映してて見見るるようにおぼろげに見ているとあるんですね。 で実際今鏡がおぼろげでしょうかで今の鏡は猿でもこんなにくっきり映るようにで今の鏡だったら今ははっきり見ると書くはずだけれどもこの当時書いたと言われる使徒パウロの時代は銅鏡と呼われる銅を磨いておぼろげにしか映らないそのような鏡でしたなのでこの ヨシュアが太陽止まれと言った時代を考えてみると、少し見えてきます。このヨシュアが戦ったエア,アロの谷の戦争の名前はギベオン戦争という名前です。で、これは B.C. 千四百年頃。そしてガリレオが初めて人類の中で地動説を提唱した。これは十六世紀にもなります。なのでヨシュアがその時代 その時代の見方に合わせてあ太陽が動いてるから沈むのを止めてくださいとまだ地動説も出ていないその時代に祈った神様への祈りであって科学を無視したわけでは全くありませんでしたでこのように結局間違った解釈はっきり正確に説かれてないことで無駄な争いが生じてしまった。 でこの「真理」という正しい解き方を知るならば宗教と科学は矛盾するものではありませんむしろ両面必要であり全てが一つになるために聖書の正しい解き明かしこれが本当の意味の平和をつくっていくその始まりですでは私たちにとって「人生の日を止める」という話をします 結局ヨシュアのの戦いは時間の勝利をしましまた短い時間でその勝利を終わらせて成功したこれは私たちの人生にとっても言えます「日をとどめる」というのは「時間の剣の塚を握ろう」と書きましたが人生を成功する三大要素といわれるものがありますそれが材料技術時間です 自分の人生にとってこの三つの要素があるときに必ず成功するんだと言われるものです。で、今日はこの時間という概念に合わせたいと思います。なぜならば、いくら材料があり技術を持っていたとしても時間が一分しかなかったら一分分しかできない。なのでこの時間はとても大事です。では私たちの時間これがどのぐらいあるかというと、人間の一生はまず八十年という時間があります。 日本の平均はものすごくちっちゃく書きましたけど今年は84.3歳ですこの限りある人生これはまるで1日のような人生だと例えられますがまず1日この24時間で必要最低限の時間を除いて自分のために使える時間が何時間あるかというと1時間から2時間これだけが自分のフリータイム自由時間ですねでそして この人生すべてに例えてみるとこれを全部80年分計算したものこれは私たちがが自由にでききる時時間間は10年という時間が出てきますただこの10年がっつり自分の時間に使うかといったらいろんなことをさらにしてしまいますよね。なので私たち人生を成功させる時間食べて飲んできていろんな時間を省いたら10年もないという人生を実は生きています。 じゃあ10年あ年ると言ってもこの時間を放っておいてしまったら私たちはいろんなことをしたいしいろいろとやることがあって時間に追われていきますなので時間をうまく使う技術と知恵が「必要だということですそれで教えてくださった牧師先生が時間はまさに剣だ」と言って 剣を持つ人が勝利する戦いのように私たち自分の人生の時間を自分がしっかり掴まないといけない時間の剣の塚を握りなさい一つ目は時間の剣で不要な時間を削る不要な時間をなくさないと10年はあっという間になくなっていくそしてもう一つは時間の剣の塚を自分が握るということです。 何かテレビ見てあ,あっという間に時間が経っちゃったなこれはテレビに主導権を握られながら自分の時間の剣の塚を握れていないなので自分の人生は一度きりで時間も限りがあるからこの時間の剣の塚を握る人が真の成功ができますそしてもう一つは自分のの人生の火を止める。これです では代表的に人生の火を止めて成功した人を最後を紹介していきます先ほど出てきたア,ルバートアインシュタインアインシュタインですねこの人が言った言葉自然が見せてくれる姿はライオンの尻尾でしかないしかし私はライオン自身が自然の一部であり巨大なその体全体を見渡すことができないことを知っている自然はものすごいでもライオンの尻尾の一部にしか過ぎないしかしライオンが 自自自分自身を見渡すこともできない自然の一部だつまりは作られたものはすべてを見通すことができないだから作った創造主に学ぶ全体を見ながら一つ一つの発見をしていたその人ですそしてアブラームリンカーン南北統一をした大統領ですけれどもお母さんが私はあなたがどんなに偉い人になるよりも聖書の教える通りに生きてほしい でこの言葉を胸にして結局この聖書一冊で大統領にまでなったと言われる存在ですそしてジョージ・ワシントンこの人もアメリカの初代大統領ですで「神と聖書なしにこの世を正しく統治することは不可能である」でそのように自分の小ささ自分の主観の限界自分の認識のその小ささを分かって大きなものを学んでいった人 その人たたちが成功しましまつまり自分の間自己中心でとどまらずすべてを動かすその核である太陽を自分がつかむ生き方をしなさいえつまりは太陽の周りを地球が回るようにすべてを動かし時を止めずに全部動かしていく神様を自分のものとしようでは結論です。え聖書 は時代を考えて読むこれがないといつの時代でも誤解されてきましたただ時代を考えて読めばすべては明確にはっきり説かれるものですそして時間的な印を起こそう時間の勝利をする人この人が人生の成功者です自分を変えて周りを変えるそのためにはまずは自分が自分を収めていくことさらには 人生の日を止めよう太陽を味方にそのようにした存在が勝利しましたで私たちも自分の勘だけではなく大きな存在を知るこれがまた新たな自分自身の人生の始まりですどんなに年齢を重ねたとしても必ず時間を最高に使って最高な生を生きてほしいと願われる神様がいますそのような存在をぜひまた続けて知っていただきたいなと思います では見言葉以上です。では今日は神様を知りながら自分の人生を変化させたえ社会人のゆいちゃんに少しお話をしていただきたいなと思ってます。ではお願いします。こんにちは。社会人3年目のゆいと言います。今日はこの場をお借りして私が教会に通って変わったこと 神様を知っててて変化ししたたたこととについいいい少し話させていただきたいと思います私は大学1年生の終わりから聖書を学ぶようになり大学2年生の初めから教会に通うようになりました教会に通い神様を信じるようになって変わったことはたくさんありますが大きく一つを挙げるとするならば自分を愛せるようになったということだと思いますもともと競争意識ライバル意識がとても強い性格でしたいつも 一番を目指しながら中高を過ごし大学1年生の夏休みには人からすごいと言われることは意識しないうちに全部やりました留学インターンシップボランティアサークル習い事アルバイトで休みの日が全くない夏休みを過ごしましたただその忙しい夏休みを終えた時急に自分が空っぽになった気がしました 夢も定まっていないしこの忙しいだけの夏休みを4回繰り返せば私の大学生活が終わるとそのように思った時にやってきたことがつながる感じがせず経験に終わっていく時間がとても虚しいと感じてしまいましたちょうどそのようなことを考えているタイミングで聖書を学ぶ機会に恵まれ神様の存在について神様の考えについてまた人生の目的と自分自身という存在について学ぶようになりました 命は大切だとか一人一人がかけがえのない存在だというのは学校で学んで分かってはいましたが自分自身の生き方を冷静に見つめてみると自分の体ですらいつも一番になるための道具に過ぎず自分がどうして大切な存在でどうやって大切にすべきなのかということは教会に通うようになって初めて分かりました。 しばらくすると比較する心がなくなりあれだけ人生のモチベーションにしていた競争意識ライバル意識は持たなくなってきました個性や才能は比較して測るものではなく自分にしかないものとして開発して磨いていくものなんだなと思えるようになり自分の個性を感じると。 もっと自分が好きで自分を愛せるようになりまた他の人についても見れば見るほど個性が多様で面白いと思うようになりましたそして当初は自分自身と自分を取り巻くものとは切り離して考えていましたが神様の考えを学んでみると全てのものがつながって見えるようになりました自分が争う心を持つから衝突が起きて究極的には戦争になっていく 戦争がなくなってほしいと言うけれど自分の心そのものが戦争なんだな自分の心から競争意識ライバル意識争う心がなくならない限り世の中から戦争はなくならないということも分かりましただから自分が大事なんだと自分の変化を通してああこれもこのようにこうなんだなと分かることがたくさんありました 今でも続けて学びながら挑戦する毎日ですが自分自身の変化を何よりも楽しく思って生きています今日一緒に参加している両親にあ今まで支えてもらってきたこともとても感謝していますそして話を聞いてくださった皆さんの人生も変化することでより一層発展されるようにお祈りしていますここままでごごいいたただきありがとうございました